お暑い中お集まりありがとうございます。官兵衛様、長政様、そして私博多屋源、本日3名にて福岡おもてなし武将隊布陣してございます。まもなく官兵衛様、長政様、こちらに陣を構えますので、ぜひ皆様大きな拍手でお出迎えをお願いいたします。今しばらくお待ちくださいませ。必殺にあり、天下分けの戦、関ヶ原の戦いで最大の功を挙げ、福岡52万石を築いた。今のように続く福岡の町は我より始まった。我こそ福岡藩初代藩主、黒田長政。思いよく事の葉なくてついに行く道は迷わじなるに任せて、我が人生完全無敗、我が策はこのへし切り長谷部の切れ味にも負ける。我は福岡藩藩祖黒田官兵衛義高、人呼んで軍師官兵衛剣さん。我が君主は天にあり、我ら福岡を照らし武将隊、はい、皆様ありがとうございます。今日はぜひ一日楽しんでいってくだされ。そしてな、暑いので暑さ対策はしっかり忘れずによろしくお願いしますぞ。それでは我々福岡おもてなし武将隊の演舞を見て楽しんでいただきたいと思います。さあ、わしがな、今からそれでは参るぞというのでな、大きい声は出せんが拳を思いっきり突き上げてな、おおと一体感を出して演舞を始まりたいと思いますからな。さあ、みんなよいか、拳を上げる練習じゃ。わしがそれでは参るぞと言ったらみんな拳を上げるんじゃぞ。さあ、拳の準備じゃ、行くぞ。それでは参るぞ。おお、いいのいいの、しっかり腕が上がっておりますな。健康の証拠じゃの、有吉さんじゃ。ではその調子で本番も大きな心の声と拳の突き上げよろしくさんじゃ。さあ、拳の準備じゃ。それでは参るぞ。おお、さて、よろしくじゃ。
皆様素敵な手拍子拍手誠にありがさんじゃ。改めまして我々福岡おもてなし武将隊と申しまする。今日はたくさんの方集まってくださって誠にありがとうございます。ありがさんじゃ。ちなみに我々福岡おもてなし武将隊、前々から知って思ったぞというものどれぐらいおるかの。恥ずかしがらず上げていただいて言うんじゃぞ。桃山天下一の皆様はやや上がりやすいのかもしれませんね。ちょっとな、お三方しか上げておらんな。お、殿知っておるか我々どこで見られたんじゃ。新聞のチラシです。チラシや。なるほどな。ということは実際に見たのは初めてということじゃな。ありがさんじゃ。初めて見るぞというものはどれぐらいおるんじゃわしらを。おお、しっかり手上がっておるな。おお、ちびっこまでな。ありがさんじゃな。アイスが溶けそうじゃぞ。溶ける前にしっかり食べるんじゃぞ。我々福岡おもてなし武将隊な、福岡城を中心に福岡を盛り上げるべくな、さまざまなところに進出鬼没でこのように今日はなこちらに来させていただいたわけじゃ。長政からの改めて福岡おもてなし武将隊の説明をするんじゃ。は、今しましたよ。より深い説明をな。父上、また重複することになりますので、よろしいでしょうか。新しい情報をくれ。皆さん、我々福岡おもてなし武将隊と申しまする。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。我々普段はですね、福岡城でおもてなしをさせていただいておるんですが、福岡のみならず県外でもこういう催し物でですね、参加して、盛り上げるべく活動しております。そしてまたですね、我々インスタ、ツイッター等をやっておりますので、皆様今日初めての方もですね、まだフォローできてない方もぜひ今日福岡おもてなし武将隊を検索していただきまして、フォローのほどよろしくお願いいたします。よろしくさんじゃ。父上、私からは以上でございます。さあ、そしてな、今な、先ほどからお写真やら動画などを撮られる方おられますがな、ちょっと今日のところはな、撮り放題となっております。ガンガン撮ってな。そしてわしら福岡おもてなし武将隊、ハッシュタグ福岡おもてなし武将隊で一人5回以上は今日つぶやいてくださるな。よろしくさんじゃ。5回でいいんですね。いや、8回じゃ。8回だそうです。そして知り合いのものにな、1000で送っていただいてな。 1000?LINE じゃな。 LINE? なるほど。現代の力をわしらしっかり使っておるからな、皆さんよろしくお願いしまするな。そして今持っておるものはな、先ほど言ったツイッター、インスタ、即フォローをよろしくお願いしまするからな。それぞれのアカウントわしら把握しておるからな。フォローしておらんもんがおったらわかるからな。よろしくさんじゃ。黒だけは患者を飼っておりますからね。はい。そしてな、この名古屋城と我々黒だけはな、深いつながりがあるんだな。長野さん、ちなみに、私神父舞踊といたしまして、こちらの名古屋城をですね、築城させていただいたという。はい。じゃあ、はい、急に終わったの説明ですね。はい、そうです。ここはあの豊臣時代、桃山時代ですね。ここを拠点に次の戦略を練ろうと大きな町を太閤秀吉様が作られました。当時は豊臣家といえばお金持ちでございます。その日本一のお金持ちの家が財をつぎ込んで絢爛豪華、そして軍事要塞としてありとあらゆる技術、思いを乗せた町、当時多分、いえ多分じゃないんですけれども、日本で一番素晴らしく栄えた町がここだったんでございます。時は移りまして徳川政権になります。やはり豊臣政権を、まだ支持する方がたくさんおりましたから、そういったところでですね、なかなか王庫盛衰ではございませんが、その後はなかなかですね、豊臣家の方々から、いろいろなこともあり、今はですね、大きく、残っておりませんが、しかしこの町本当に素晴らしいです。ここに何があった、どこに何がある、こちらの縄張りがですね、まんま残ってるんですよ。なのでもし車でお越しの方が、いらっしゃればですね、この町付近をずっと回っていただいて、ここにあの方の、あの戦国大名様の陣があったなどですね、当時の桃山文化思いを馳せていただければと思います。この縄張り、この大きな、城山城のエリアにですね、この地域にどこにこれを作って、あそこにあれがあればいい、これを設計するのが長政様、清政様たちが、あと小西様もですかね、ここにお城を作るための、現場監督、普請奉行を務めていたんですが、その前にどこに何を作ろうというその基礎設計をした人がですね、
センターにおります。わしじゃ官兵衛様なのでございます。うん、ありがとうございます。拍手のところでございますね。うん、なので官兵衛様からここにあれを作ったどうだったもう何か、この後ですね街を回る、全て理由があるからな。わしがここになぜここに作ったか、はい、なぜここにわしが道の駅を作ったかな。官兵衛様が作ったと。わしが道の駅を設計したんだ。諸説ありますよ。諸説あるからな、はい、信じるか信じないかはな己次第じゃからな。都市伝説。うん、はい、もうすぐそこには名古屋城の跡があるからな、はい、ちなみに名古屋城跡行ったことある者はおるか。おお、さすがにな、ここら辺の方はやっぱり行ったことあるんだよな。うん、ちなみに今日は佐賀県内から来たぞというものはどれぐらいおるんじゃ。佐賀県内じゃぞという方もう半分ぐらいか。お、じゃあ隣の福岡、福岡じゃぞというもの、お、そちらか。お、福岡。九州の他の県から来たぞというものは、おお、ちなみに殿はどちらからじゃ。大分県。大分から。なるほど、わしもな中津に住んでおったからな。中津城主だったからな。最初に官兵衛様が大名を務めた大きなお城でございます。そうじゃ、はい、その時会って以来じゃな。うん、懐かしいですね。ちなみに後ろの姫はどちらから来れたんじゃ。長崎から。お、遠路はるばる。おお、ありがたいの。あ、何、わしらを見るためにはるばる早起きしてきた。なるほどな、ありがさんじゃ。姫に拍手じゃ。うん、官兵衛様、なんじゃ、どうして私たちがここにお呼ばれいただいているかと申します。お、うん、こちらの道の駅で物産フェアなるものを開催されておるということでございます。うん、そうじゃな、はい、鹿児島の、はい、どちらでしたの。姶良市。姶良市、そちらの物産展が開催されておるということで、そちらではな、普段なかなか姶良市のものが手に入りにくいと思うんじゃが、そちらのものが今回はいろんな発売されておるということでな。物産展見たものおるか。しっかり見たか。うん、何やら今わしは何も知らずにこの紙を渡されたんじゃが、なんて書いてあるかというとな、自然の持つ力を最大限の美に変えるというな。わしの老化が激しいと見られておるのか。うん、いざ透明肌。なるほど、シミも増えてきましたからね。そうじゃな、はい、こちらも姶良市の素敵なスキンケア商品というやつやな。わしの時代にはなかったからな。わしも今いただいたんじゃが、まずはこちらのキャロットジュース。おお、週はキャロットジュースは。わしはもう毎日飲んでる。毎日飲んでる。うん、ありがとうございます。どこのですか。じゃあカジキ町で取れた、姶良市じゃん、さすがでございます。カジキ町で取れた新鮮な人参10本、これに父上10本入ってる。おお、かなりじゃな。以上か。いただいた情報によると。おお、素晴らしいな。10本、搾りたての人参がな、これはもうありがたいと。なかなかな、この人参10本入ったこのキャロットジュース飲むことできんからな。キャロットジュースはあれじゃが、こちらのキンゴさんのパンフレットじゃったら1名さんにプレゼントじゃ。父上、それで言うとですね、うん、誰からも手が上がりませんでしたよね。キンゴ、こちら鹿児島の限定パッケージらしいんですが、こちらですね、火山灰の洗顔料と、ほう、はい、なっております。皆様ぜひ、はい、こちら天然の塩土とは、40万年前に、漢字が読めそうか。勉強不足ではないか。はい、のやつですね、これ。どこですか。水石。水石ですね、はい。水石したものでございます。もう一息やってるんじゃな。はい、うん、ぜひな、この後お時間あるもの、姶良市フェアなるものやっておるからの、ぜひ足を運んでください。そしてな、中でですね、中でやっておるからな、はい、美に興味あることはこのキンゴさんの、化粧品、そしてこちらのキャロットジュース、ぜひ食してみてくださいよろしくお願いします。ついに買ったぞというものおるか。うん、そのようにな、姶良市の特産品などもな、みんな用意してあるからな、ぜひ足を運んでいってみてくださいよろしくさんじゃ。さあな、我々福岡おもてなし武将隊、この後もな、13時30分からまた違う別の演舞を披露いたすからな。お時間あるものは姶良市のその物産展を見た後に、お食事した後に1時半から またなわしらこちらに来るからな、ぜひ別の演舞見ていただきたいと思います。はい、それではな、先ほど申したようにわしら福岡おもてなし武将隊のことをつぶやいていただきたいからな、最後に決めの姿勢をするがゆえ、みんな写真の準備もよろしいか。演舞しますよ。
あ、この後もする、今するか。あ、今からするようじゃった。そうや、もう一演舞やりましょう。もう一演舞じゃったな、はい、そういうことじゃん。急遽今からもう一演舞することだったからな。さあ、それでは演舞の写真もいっぱい撮って広めてくださるな、よろしくさんじゃん。戦じゃ戦じゃ、わしの策を信じてまいれ。さあ、一番乗りは誰じゃ。それではこれが先の関ヶ原の戦いで最大の功を挙げ、福岡52万石を築いた我こそは福岡の初代藩主黒田長政。パリオの国から伝統文化の博多の町へ、黒田家御用達商人博多屋で押して参り、戦も人付き合いも焦ってはダメである。我が策で天下を取ろうぞ。この赤の巣についてまいれ。我は福岡藩藩祖黒田官兵衛義隆。それでは参るぞ。スイッハッスイッヤーハッハッハッブームは車の両輪のごとく、どちらが高いってもダメである。戦の世にブームを捨てず、太平の世にブームを捨てることが最も寛容であると心がけよう。おのおふたちよ、名乗りを上げよう。我ら福岡もずらし武将隊、はい、それでは参るぞ。おーセイッハーセイッハー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 フーハーヨーワザーワザーヨーソーセイッセイッセイッハーぜひな、本日の日に福岡おもてなし武将隊を覚えて帰ってくだされ。さあ、それでは最後に我々福岡おもてなし武将隊のことを写真機で収めていただいた記念がゆえな、決めの姿勢をしますぞ。さあ、準備は良いか。写真機の準備は良いか。さあ、これは強制的じゃ、漏れなく出すんじゃ。さあ、参るぞ。我ら福岡おもてなし武将隊、さあ、撮るんじゃ。さあ、まずは真ん中から。さあ、良いか、いっぱい撮ってくださるな。後で消すのは自由じゃが、今は撮ってる感じを出すんじゃ。さあ、次右側じゃな。ああ、撮ってくださるな。さあ、良いか、はい。さあ、続いては音響ブースじゃ。うん、こちらで大丈夫か。ああ、あんまり撮ってくださるな。せっかくだから、このまま逃げたかと思ったら写真機を撮りに行ったんじゃな。ありがさんじゃ、ありがとうございます。さあ、そして左側じゃな、撮ってくださね。さあ、よいか、たくさん撮ってろ。さあ、バッチリか。さあ、ありがさん、この南海の殿にもな。うん、さあ、よいか。はい、うん、ありがとうさんじゃ。カメ様、んせっかく私たち撮っていただきましたけど、おたくさんの方がおられるので、うん、ぜひ一緒にお写真撮ることができればと思っております。ダメだ。ダメでしたか。嘘じゃ。カメ様はとても懐が不幸ございますからね。この後は、はい、うん、ぜひな、こちらに並んでいただければ、わしらと一緒に写真機で撮影できるのだ。
少なかったら少ないで悲しい思いをするからな。とりあえず皆さん並んでくださいよろしくさんじゃ。よろしくお願いいたします。思いやりですよ。はい、うん。そしてですね、もう一つあちらで、私たちの応援活動品販売させていただくんですが、今日は私たちの応援活動ではございません。売上全額ウクライナの支援に当てさせていただきますので、ご協力いただける方もしいらっしゃればあちらでですね、黒だけグッズが販売しますので、ぜひお求めいただければと思います。そうじゃな、こういったですね、家紋が入っているマスクなども取り扱いございますので、うん、ぜひ名古屋だ黒田だ大好きという全国ファンの方にお求めいただければと思います。よろしくさんじゃ、はい、うん、そしてこの後13時30分からもう一度なこちらの舞台に立たせていただくがゆえ、ぜひお時間ある方は集まってくだされ。お写真機でな撮影されたい方はぜひこの後残っていただいてくだされ、よろしくお願いしますな。それでは以上、福岡おもてなし武将隊でございました。誠にありがとうございました。はい、皆様ありがとうございました。もう一度盛大な拍手お願いいたします。それでは先ほど官兵殿からもお話がねございましたように、写真撮影のお時間これから撮ってまいりたいと思います。ぜひお持ちのカメラスマートフォンを近くのスタッフにお渡しください。あのスタッフ、誰がスタッフかわからないかもしれませんが、スタッフの方の方ら前に出てもらって、あの紺色のポロシャツをね、始まりの名古屋城と書いた紺色のポロシャツを着た方がスタッフで写真を撮りいたしますので、こちらのスタッフにカメラスマートフォンお渡しください。順番にご案内をさせていただきます。夏休みのね最後の思い出の1ページに、お子さんお一人でも結構ですし、ご家族で明日お揃いのマスクも物販に行ってあるからな、撮っていただきたいと思います。そしてステージ向かって右手奥のテーブルでは写真は大丈夫なのか刀までね持ってきてるのに、福岡おもてなし武将隊のグッズ販売も行われております。売上がウクライナの、支援にということでございますので、どうぞ皆様こちらもご協力をお願いいたします。私もこのマスクが気になるのでマスクを買う予定です。ありがとうございます。そして物産館では鹿児島県姶良市特産フェアも開催中でございます。はい、お写真いかがでございますか。福岡おもてなし武将隊の皆様とのお写真フォトセッションのお時間となっております。また本日唐津市役所より観光に関するアンケートのご協力も皆様にお願いをしております。はい、それではこの後福岡おもてなし武将隊の皆様には13時30分からまたこちらの会場におきまして再びご登場いただきたいと思います。また暑い中ではございますけれども、この後グッズ買ってもらって物産館の姶良市特産フェアも覗いてもらって、そしてお昼ご飯も食べていただいて、再度こちらの会場で皆様とお会いしたいと思います。はい、では今一度皆様最後に武将隊の皆様に盛大な拍手お願いいたします。ありがとうございます。また夢だ。アクリル筆を持っておりますので、ご所望の方は顔サインをお書きします。大変嬉しいご参でございました。いただきます。ありがとうございます。では参りましょう。はい、こちらの福浦殿のお写真を、うん、あ、お写真をお待たせいたしました。大臣でございます。大臣じゃ、1時半にまた会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。